あら、ね、皆さんに募集しましたけども、今来ました。来ました、届きました。ムー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 、いや、読ませていただきたいと思います。いいんです。いきますよ。はい、ホカチュさんから、群馬県の方ですね、うん、こんばんは。私は高校で演劇部に入っているのですが、うん、うまく役を作れず悩んでいます。なぬ皆さんは全員ね、顧問の先生から皆さんは役作りで心がけていることやコツみたいなのがあれば、ぜひ教えてほしいです。よろしくお願いします、ということです。ムム気に入っちゃって自分で笑っちゃってるじゃないですか。言いながら笑ってるから。役作りで心がけていること、はい、コツみたいなものがあれば教えてほしいですって、うん、なるほど、はい、うん、じゃあ荒木さん、これ俺から行く、いいですか、ちょっとアドバイス。そうですね、コツですね、はい、コツはもう何ですかね、はい、あの、自分で決めないってことですかね。ほう、演出家がいますから。ああね、高校、演劇部って今はどうなんですかね。もうどうなんですかね、演出する子がいるんですかね。部長が演出とかやってるんだろうし、うん、誰かしらがこうまとめるわけだから、うん、私何でもできますけどみたいな、何か、うん、何でも言ってください、うん、いつでもやりますけど、いわゆる先ほどの荒木さんみたいな感じでいた方がいいってことですね。うん、どうも、それなんかロバート・デ・ニーロですね。ちょいちょいやってちょいちょい見せるよね。そうそうそう、こういうことです。僕何でもできます、私何でもできますってことをやっていくと、ね、いろんな役を演じることができる、自然に引き出しも増えるということ。そうですね、まあ自分でやるのはやっぱ自分が得意な感じになっちゃうから、うんうん、ああ、そうですね。一回どんなのが見たいですか。あ、わかりました、じゃあやってみます、オッケーってね、もう当てれこみたいになっちゃってますけど、うん、オッケーって感じ、そんな感じでやっていけばいいんじゃないかな。なるほど、うん、どうでしたか。余裕を持ってってことですね。余裕を持って、はいはいはい、なるほど、ありがとうございます、ホカチュさん、いかがでしたでしょうか。え、俺だけ答えんの。いや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 、あ、もうみんな答えんの。どうしますか。いや、満場一致でいけたから。満場一致でしょ。うん、なんかだからもうすごいいいことを言われちゃったので、ね、だってもううちのイケビでもそんなのできるんだから。おお、来た、ねえ、ねえ、なんか今みたいなことができるってことです。例えばみたい、例えばね、例えば何、例えば、もう一回出したい。わたし新しいの放送事故、新しい日向かな。新しい日向。あ、それで日向、新しい日向。コロッケさんじゃないか。いや、ありがとうございます、はい、もうねえ、池岡さん、池岡さんもこうやって頑張ってるので一緒に、そうですね、そうだね、一緒に頑張っていきましょう、ということで、ありがとうございました。はい、ね、たくさんの質問、メッセージなどありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ね、今まで、本気の芝居見せろ役者魂スペシャルということで、この4人で役者魂を見せまくってきましたけども、うん、そうね、そろそろお別れの時間となってきてしまいました、ね、うん、ということで皆さん本当にありがとうございますね。今、荒木さん、今でもラソクと聞いてますけど、大丈夫ですか。いや、ね、エアコンが壊れてからね、はい、服を着るようになりました、ね、はい、なるほど、もう2年前ですか、3年前ですか、それくらいからもう服を着て生活するようになりました。何の話。いやいやいや、ありがとうございます。こういう対応力ですから。いや、もうさすがですよ、ね、ありがとうございます。ということで、ここで、うん、プレゼントの当選者の発表ね、一番最初に言いました、こちらの寂しいマグネットの DVD、 当選した方を発表していただきたいと思います。ということで発表します。当選者は東京都の黒ハムさんです。おめでとうございます。黒ハムさんね、責任持って送らせていただきます、たくさん見ていただいてね、本当にね、ぜひ皆さんも応募していただいて、皆さんも発表だったのにピスタチオやるの忘れてたな、確かに。あーね、まあ本当にありがとうございます。ということで、こちらの方大事に送らせていただきますので、ぜひ待っていてください、はい、ということで、うん、さて、先ほどちょうどネタバレになってしまいましたが、うん、ディーステセブンティーンス夕日伝には、うん、僕、新井淳、遠藤さん、池岡君が出演します、はい、ぜひ皆さん会場で生で見てください。ということです。そしてですね、はい、Dステ映画祭もよろしくお願いいたします。今画面の方に、ね、はい、出てますけどもね、
こちらのプログラム内容で、上映されていますので22日から上映作品が変わるんですかね、はい、皆さんねよろしくお願いいたしますということで今はですね、このね上の赤い方の作品が上映されておりますので、うん、で22日から28日までは下の黄色い方の作品が上映されています、うん、皆さんぜひね劇場へ足を運んでいただけるとありがたいなと思いますということで、うん、いや長いようで短かったですがそうですね、あっという間に過ぎましたが、うん、ではラスト、はい、1人一言ずつユーザーのね、はい、これまでお付き合いいただいたユーザーの皆さんにご挨拶をしていきたいと思います、はい、ということで、うん、池岡さんからご挨拶の方、ねはい、そして自分の告知なんかもねよろしくお願いいたします。あ、本日は本当にありがとうございました、はい、まあ、こうしてね画面越しで会うのも楽しいですけれどもやはり劇場に足を運んでいただきたいということですごいな白身になっちゃった、ゆうひねんぜひぜひ劇場に足を運んでください。そうですね。あ、これサンシャイン劇場で東京でやるんですけれども、はい、ただいま、あ、サンシャインが終わったのか。あ、終わりました。うん、あの時をかける少女、キャラメルボックスのね、はい、それが大阪公演がですね、はい、20日から今月20日から大阪のサンケイブリーゼでやるので、はい、ぜひぜひお時間あれば来てください。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。そして続いて荒木さん。はい。はい、以上。財前光役の荒木ひろみでした。先輩ら、キモいっすわ。あれ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 。ということで、はい、ありがとうございましたということで、シンプルだね。シンプルですね。うん、ね、まあ、僕から補足申し上げますと、荒木ひろふみスペース、うん、土方だったりとか、荒木ひろふみスペースモノノフなどね、うん、白虎隊などと検索していただければ荒木さんの情報が出てきますので、皆さんよろしくお願いします。ね、こんだけお願いしてるので、皆さんね、よろしくお願いいたします。切実切実すぎて、残像がすごいですけども、ね、ありがとうございました。そして遠藤さん、はい、10月にですね、僕の出演する映画が3本ほど、公開します。一つは前回の歌という映画、そしてもう一つは僕は坊さんという映画、そしてもう一つはトラッシュという映画が、3本公開します。そしてさらにはね、まあ、夕日伝も、ね、まあ、あの絶賛10月はあの、はい、本番中なので、ぜひ足を運んでいただいたらと思います、はい、本日は僕らの役者魂に付き合っていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、ということで、まあ、僕あの、ね、初単独 MC ということでいろいろね、ちょっと物足りなさ味わった方もいると思うんですけども、精一杯頑張りましたね。いや素敵でした。いや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 、本当に、ね、次も絶対 MC だよ。その時荒木さん来ますか。行きましょう。ということで荒木さん来ますということで ね。いやありがとうございます本当にね。夕日伝の方も皆さんぜひよろしくお願いいたしますということでね、映画祭の方もやっておりますので皆さんぜひよろしくお願いいたしますということでね。さてこの後はプレミアム会員限定のあれになってしまうのですが、はい、一旦ね、え、お、なんと次回のニコ生をなんと9月の予定ですと、D-BOYSの誰かがやりますと急に発表されてね、これはなんか新井の MC フラグが立っちゃったみたいな感じですけども、これはまたあるんじゃないですか。これはまた大変なことになりそうですけども、また前髪いじられるんじゃないですか。ねえ、前髪がおかしいぞっつってね、うるさいわっつってね、ありがとうございますね、ありがとうございますということでね、誰も見てないところやるのが俺流ですからね。ね、本当にね、皆さんあのね、ありがとうございましたということで、夕日伝そして映画祭の方もよろしくお願いします。本当にこの後プレミアム会員限定の放送になってしまうんですが、ここで一部のユーザーの方とはお別れとなってしまいます。本当に最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。